皆さんこんにちは。上野記念美術館館長の安田です。職員の亀井です。前回は丹波市立上野記念美術館を外から見学しましたが、今回は建物の中を見学します。そして現在開催中の宮西達也ニューワンダーランド展をご紹介します。それでは早速見学に行きましょう。ここは1階の玄関です。正面玄関は2階になりますので、車椅子などをご利用のお客様はこの入り口を利用していただき、エレベーターで2階の受付に行きます。1階にはおむつ替えができたり、車椅子でも使いやすいバリアフリートイレがあります。また車椅子や老人車を設置していますので、自由に利用することができます。他に作品を保管している収蔵庫があります。この中には美術館が所蔵する美術品が約1700点保管されています。それでは2階に行きましょう。ここからは開催中の宮西達也ニューワンダーランド展をご紹介します。2階玄関を入ったところが4階まで吹き抜けのエントランスホールです。展示前はこんな状態ですが、現在はティラノサウルスが皆さんをお出迎えしてくれています。ここでティラノサウルスのポーズをして撮影するのが人気ですよ。ほら、こんな感じで。モデルは宮西さんです。ティラノサウルスのポーズをして撮影してもらいました。そしてこんなところにティグモンが。天井ではプテラノドンの炎が飛んでいますよ。かわいいですね。そしてその下では宮西さんの絵本や楽しい展覧会グッズを多数販売中です。このフロアには研修室があります。ここは展覧会の関連イベントの会場として利用したり、個人のギャラリー会場として利用することができます。会期中には宮西さんによる絵本読み聞かせやライブペイントサイン会が行われます。ここで7月17日に行われた絵本の読み聞かせを少しだけ見てみましょう。はい、宮西達也作へ。はい、宮西達也。にゃんにゃん猫さんですか。はーい。わーわー犬さんですか。はーい。チョキチョキカニさんですか。はーい。大人の方、鼻で笑うのやめましょう。パパはゾウさんですか。はーい。こんな雰囲気で読み聞かせをされているんですよ。会場いっぱいの笑い声に包まれて、大人も子供もとても楽しそうでしたね。研修室の反対側は美術関係の図書を設置した喫茶室があり、ゆっくりとくつろいだ雰囲気で美術館を楽しむことができます。ただし今は喫茶の営業を中止しています。会期中は宮西さんの絵本がたくさん置いてありますので、開館時間中なら好きな時に読むことができます。作品は5つの部屋に展示しています。それでは3階から見てみましょう。3階には3つの展示室があります。順路1は愛の物語ティラノサウルスシリーズの部屋です。僕の名前うまそうなんでしょ。名前を知ってるんだからお父さんだよね。食べようとしたアンキロサウルスの赤ちゃんにお父さんと呼ばれて戸惑うティラノサウルス。2匹の関係はこの後どうなるのでしょうか。宮西さんが子供たちに伝えたい本当に大切なこととは、大きな愛に満ちたティラノサウルスシリーズの作品がここでは見られます。この部屋にはティラノサウルスシリーズの14作品がジオラマとして展示されています。この
ジオラマの中には物語に出てくる恐竜たちがいっぱいいますね。あ、ティラノサウルスもうまそうもいますよ。順路には子育てに奮闘するお父さんはウルトラマンシリーズの部屋です。子供にとってお父さんは永遠のヒーローであってほしいという宮西さんの熱い思いから生まれたお父さんはウルトラマンシリーズ。ウルトラマンの他にもウルトラセブンや悪役のバルタン星人、お母さんも登場し、みんなそれぞれ一生懸命子育てに奮闘する家族の姿をユーモアたっぷりに描いているシリーズです。青や黄色、緑やオレンジ、背景の色も素敵ですね。この色はお父さんの気持ちを表しているんだとか。そしてこの3階ホールも展示前の状態からウルトラマンが設置され撮影スポットになっています。胸にはカラータイマーがついて、時間になると赤色に変化するよ。おっと、時間だ、シュワッチ。順路さんは初期の作品とシンプルの原点の部屋です。このコーナーでは宮西さんが絵本作家になりたての頃の作品があります。ティラノサウルスやウルトラマンのシリーズとは少し絵の雰囲気が違いますね。ここでは当時の制作方法も紹介されていますよ。続いて4階に行ってみましょう。4階には2つの展示室がありますが、ここではユニークで魅力的なキャラクターたちを紹介しています。宮西さんの絵本にたびたび描かれるこんもりと生えた草やまっすぐに伸びる木々、そして主人公として登場するカエル君やカブトムシたち。そこには子供時代を過ごしたふるさとの自然豊かな懐かしい景色が絵本の舞台となって描かれています。子供時代のいろいろな思い出がイメージとなって現れ、絵本を生み出す源になっているのです。そこから作品のテーマやキャラクターが生まれるのです。4階では島のカッパに三度笠の兜三十郎や忍者サルトビススケなど、ユニークで魅力的なキャラクターたちにいっぱい出会えますよ。さて、宮西達也ニューワンダーランド展いかがでしたか？親子で楽しんでいただけること間違いなしです。美術館は敷居が高くて行きづらいという声をよく聞きますが、そんなことはありません。赤ちゃんから高齢者まで幅広い年齢層の皆様に楽しんでいただいています。この機会にぜひご来館ください。皆様のお越しをお待ちしております。